はじめまして、ジ・アンクラウドのボーカルシャルです。ギターのタキシです。それともう一人ここにはいないんですけども、ベースの直樹がいまして、あの直樹は自分の弟でもあります。この3人でジ・アンクラウドです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。でジ・アンクラウドなんですが、12月16日にファーストアルバムのリバイブを発売させていただくことになりました。自分は以前アットロイドというバンドをやっていまして、あのその時もここに出させていただいたんですけども、アットロイドはよく90年代の J-ROCK っぽいというふうに言われていまして、今回の G アンクランドではそういった J-ROCK のようなキャッチーさをそのままによりハードロック、ヘビーメタルに近づいた音楽性になっていると思います。収録曲はですね、全9曲になるんですけども、メロスピケーの曲、臭い曲、あとネオクラシカルの曲、メロディアスハード、他にも分かりますかね。何それ他ですね、とにかくあのバラエティーとの内容があって、でも非常にハードでメロディアスでかっこいい内容になっております。あのこのアルバムは哀愁のメロディーと力強いメロディーという部分にとことんこだわりを入れて作りました。ですので、多くの方に聴いていただければ嬉しいと思います。ですね、ミュージックビデオの方も公開されていますので、あのぜひよかったらホームページなどでチェックしていただければと思います。で、シャルさん、今回のレコーディング、はい、初めてのレコーディングでしたが、はい、どうでしたか？はい、泣きました初めてこういうことに参加させていただいて、本当に学ぶことも多かったですし、やっぱり自分自身やっていく過程で悔しくなったり、そういう成長が自分自身でも分かるくらい感じれた、本当にレコーディングの期間でした。ありがとうございました。それなので本当に一人でも多くの方々に聞いていただけたらありがたいと思ってます。よろしくお願いします。まあ、そういった泣きの要素もふんだんに詰め込まれたアルバムになっておりますので、よろしくお願いします。お願いします。で、ですね、このアルバム、このサイトでお買い求めていただいたら先着で特典がつくんですけども、はい、サイン入りフォトが先着でついてきます。で、数には限りがございますので、お早めにご購入いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでですね、12月16日のリリースの後にはライブが決まっておりまして、1月28日土曜日、東京吉祥寺クレッシェンドにて、ジ・アンクラウンドのレコ初ライブ、そして、ジ・アンクラウンドの初ライブになりますね。でこちらの方は詳細は今ホームページの方に書いてあるんですけども、現在、チケットのご予約受付中ですので、チェックしていただきたいと思います。ジ・アンクラウンドでした。ありがとうございます。ありがとうございました。